ウラジカフカス市電は、ロシア連邦、北オセチア共和国の首都である、ウラジカフカス市内を走る、路面電車。2020年現在は、公営企業のウラドイレクトロトランスが運営する。開通当初のウラジカフカス市電改良が進む、ウラジカフカス市電の線路ウラジカフカスの街に、路面電車を通す計画が動き出したのはロシア、帝国時代、ベルギーの企業とウラジカフカス市との間に、 路面電車の建設に関する契約が結ばれた1900年3月2日であった。同年以降、1000ミリメートルの路線網や変電所、車庫等の施設の建設が進められ、1904年8月6日から3つの旅客系統と1つの貨物系統で営業運転を開始した。契約上は開業後2年間はベルギーの企業によって運営されることになっていたが、実際は、 主運転終了後は、ウラジカフカス市によって運営されていた。開通後、路面電車は、ウラジカフカス市民から好評を博し、1913年には4つ目となる、旅客系統が開通したが、以降の延伸計画は、第一次世界大戦やロシア革命の勃発により、中止を余儀なくされた。同年時点での年間利用客数は331万5000人を記録し、 19両の電車、5両の電動化車が走行していた。また1915年には女性運転士も登場している。ロシア革命の中でウラジカフカス市電の公営化が実施され、1917年以降はウラジカフカス市の発電所、公共事業局が運営を実施することになった。翌1918年、ウラジカフカス市内が内戦に巻き込まれたことで、 路面電車は甚大な被害を受け、同年以降長期にわたって、全路線の運行が休止する事態となった。その後は何度か運行の再開が試みられたが、資金難や施設の荒廃により、短期間のみに終わり、本格的に営業運転が再開されるのはソビエト、連邦成立後の1924年となった。運行再開後、ウラジカフカス市電は大規模な路線延伸が行われ、 1930年時点の総延長は 14.3km に達した。同年代、ソ連各地の路面電車では機関をソ連全体の標準機となる 1524mm へ変更する動きが起こり、ウラジカフカス市電も1934年から1936年にかけて改め機が実施された。それに伴い車両もソ連製の二軸車である KH 型。 M 型に改められた。この大規模な再編に加え、伏線化をはじめとした改良によって、結果市電の輸送力は大幅に向上し、年間利用客は1934年の542万2000人から、翌1935年には1109万人へ、倍増した。1939年には、裏地下深須市における再編に伴い、発電所と、 路面電車の運営部門の分割が行われた。第二次世界大戦の戦火は、ウラジカフカスにも及び、車両や施設が繊細に巻き込まれた一方、路面電車網は負傷した人々を運ぶためにも使用された。その後、1942年11月15日以降、ウラジカフカス市電は順次通常の運行を再開し、同年末までに各路線の復旧が行われた。 なお、戦中には、ウラジカフカス市路面電車部門は、農業や、牧畜も行っており、収穫した野菜やミルクは労働者向けの食堂へ、配給された。戦後は、ウラジカフカス市の復興や発展に伴い路線網の、拡大が行われ、1950年代後半は、毎年のように路線の延伸や改良が実施された。車両についても新たな形式となる、 KTM-1KTP-1 の導入が1950年代から1960年代まで二度にわたって行われた。同年代には路線バス網の拡充も実施されたが、路面電車の需要は増大の一途をたどり、1967年度には年間利用者数が約6000万人を記録し、車両数も106両に増大した。 1972年から1976年にかけてはチェコスロバキア製の大型路面電車タトラティ 3SU の導入が行われ従来の二軸車の置き換えが実施された。また導入に合わせた路面電車網の再編も実施された一方、1978年にはトロリーバス開通に伴い3号線が廃止された。その後、 1980年代から1990年代初頭にも路線延伸が行われ、1988年にはチェコスロバキア製のタトラ T6 バイト 5SU が20両導入されたが、電気子直波制御をはじめとした新機軸の技術を導入した。この車両は保守や運営に難があり、1991年以降は、 ソビエト連邦のウスチカタフスキー、車両製造工場製の車両が積極的に導入された。ソビエト連邦の崩壊後、ウラジカフカス市電は、他都市の路面電車と同様に経済の混乱や、モータリーゼーションによる利用客の減少に直面し、巨額の負債が記録される事態となった。車両数も大幅に減少し、2001年には36両。 翌2002年には32両となった。タトラ T6 バイト 5SU も他都市へ譲渡された一方、1996年以降はドイツ各都市で廃車となったタトラ T3D やタトラ T4D の購入が行われた。2004年には開通から100周年を迎えたが、同年に起きたベスラン学校選挙事件の影響で記念行事は中止された。 その後も乗り合いタクシーやミニバスの発展により、裏地カフカス市電の年間利用客は500万人ほどまで減少するなど厳しい経営を強いられているが、市電の運営を行っている裏戸エレクトロトランスは、老朽化した線路の大規模な改修工事や、工実の延伸、新型車両導入計画など、路面電車の存続や発展に向けた事業を続けている。 2020年現在、ウラジカフカス市電では廃止になった3号線を除いて9つの系統が運行している。一部の系統は運行期間が限定されているほか、線路の改修工事によって長期の運休が行われる場合もあるため注意を要する。また、ほとんどの系統は行き先によって経由する限定が異なる区間が存在する。これらの系統の運賃は、 路線バスと共に13ルーブルである。タトラ T4D2020 年現在、ウラジカフカス市電で営業運転に用いられている28両の電車は、すべてドイツ各都市から譲渡されたタトラ T4D である。全車ともドイツ時代に車体更新や機器の交換などの更新工事が施されており、多くの車両は譲渡元の塗装を維持したまま運行している。 ウラジカフカス市電で過去に在籍していた路面電車の使用形式は以下の通り。ウラジエレクトロトランスは2025年までにウラジカフカス北西部へ向けて路面電車の路線を延伸する計画を有しており、費用は7億ルーブルを見込んでいる。また、延伸へ向けての輸送力増加や旧型車両の置き換えを目的に、 旧ソ連各国へ路面電車車両の展開を行っているスイスのシュタトラーレール製の超低小電車の導入も検討している。ありがとうございます。